どうも、北山水泳でございます。今週末ですね、行われます、キララカップという大会にですね、なんと、日本のトップスイマー、オリンピックスイマーなども、もう続々参戦するので、今回はそれについて取り上げようと思います。キララカップは本当に、もう毎年結構すごい選手が出てまして、これ本当チェックした方がいいんで、皆さん、必ず土日のキララカップはチェックしてみてください。一応、このチャンネルでも、キララカップの詳細は速報として上げていきます。まず2個目ですね。2個目の方がですね、もう本当豪華。めちゃくちゃ豪華でございます。まず女子の方は、なんとあのオリンピック金メダリスト、大橋選手が2個目に参戦してきます。女子はですね、まあ、大橋選手ぐらいなんで最強なのが、多分大橋選手が圧倒的に1位で帰ってくることを予想しております。で、男子2個目。男子2個目もね、めっちゃ豪華。これ見た方がいい。瀬戸大也選手が出場します。まあね、北島康介カップで危険となってしまったので、今回ここで合わせてくるっぽいですね。で、田淵選手、インカレの4個目チャンピオン、田淵海斗選手が出てきます。そして、なんと渡辺一平選手、2部での元世界記録保持者、渡辺一平選手が2個目に参戦してきます。この3名が2個目に参戦してくるんで、結構ちょっと2個目楽しみですね。はい、次は二股。二股の方もですね、豪華でございます。男子の方がですね、オリンピックメダリスト、酒井正人選手が出てきます。そして、さらに、緒方颯選手。高校生個人メドレー最強選手ですね。緒方選手が二股参戦してきます。そして、さらには、寺田拓未選手も出てきますね。二股も結構層が厚いですね。結構いい選手が出場しますので、楽しみでございます。ちなみにここには瀬戸選手は参戦してこないみたいですね。はい、次2バックでございます。2バックの方も緒方選手、緒方颯選手、さっきね、2バタも参戦してましたけども、そして、最近バックもやってます、酒井選手が2バタに引き続き2バックも参戦してまいります。そして、高校生最強の2バックのスイマー、竹原選手。この竹原選手も2バックに参戦してくるんで、ちょっとね、2バックは見どころですね。竹原選手と酒井選手どっち勝つんだってところを僕はちょっと楽しみにします。はい、次2ブレ。2ブレの方はですね、渡辺一平選手ですね。先ほど2個目にエントリーしてました。自分のメイン種目もここで出場してきます。そして、緒方選手。まさかのね、緒方選手、2バター、2バック、2ブレっていうね、200種目を3種目も出ます。そして、オリンピックの決勝に残りました、武良竜也選手もここで参戦してまいります。2ブレでございます。女子の方はですね、渡辺佳菜子選手が2ブレの方に参戦してきますので、2ブレも層が厚いんですよね。はい、次、2振りですね。2振りの方が、男子が松本克弘選手、女子が五十嵐千尋選手が参戦してまいります。オリンピアンのお二人ですね、非常に楽しみでございます。はい、次、一畑。一畑は、大橋選手。大橋選手がここで一畑に参戦してきます。そして男子の方は、瀬戸選手がここで一畑に来ますね。今回は二畑には出ずに、瀬戸選手は一畑に出るみたいですね。そして先ほど二畑参戦してました、寺田拓未選手も、一畑に参戦してまいります。はい、そして1バック。1バックの方は、竹原選手。高校生最強スイマー、竹原選手と、入江選手。入江涼介選手もなんと今回参戦してまいります。1バックでございます。今回入江選手は2バックにはエントリーしてませんね。はい、そして次、1ブレ。1ブレの方は、渡辺佳菜子選手。そして男子が渡辺一平選手と武良選手ですね。が、1ブレ参戦してきます。渡辺選手と武良選手の一部で対決は非常に楽しみですね。どっちが勝つんでしょうか。はい、そして一振りは女子が五十嵐千尋選手、男子が松本克弘選手と中村克美選手。今回中村選手もね、このキララカップに参戦してくるんですよ。楽しみですね。はい、そして50メートル種目は中村克美選手が50フリー、五十嵐千尋選手が50フリーで、入江涼介選手が50バックの方に出場してまいります。そして400メートルですね。400メートルの方は大橋優衣選手が、満を持して400メートル個人メドレーに参戦してきます。北島康介カップでは4個目の方には参戦してこなかったので、
非常に楽しみですね。で、田淵海斗選手、インカレチャンピオンも4個目に参戦してまいります。そして、難波美優選手が4振りに参戦してきますね。って感じで、今回はキララカップに出場する選手を発表してきました。もちろんね、他にもすごい選手たくさん出るんですけども、今回は一部抜粋して、紹介させていただきました。キララカップって毎年結構ね、すごい選手がいっぱい出るんですよ。で、今週のキララカップが終わって、来週はコナミオープンがあるんですよ。で、コナミオープンの方にも結構今日出てるようなメンバー、オリンピアンメンバーが結構出てくるんで、そちらもまた今度紹介するんですけども、試合連戦ですね。で、コナミオープンが終わって、おそらく次の2週間後、2週間後かなに、世界水泳選考会がありますので、世界水泳選考会にかけて今日、今回のキララカップが最後の調整試合となる選手も結構います。なので、今回の結果次第で世界水泳選考会の、まあ、調子というか、のが、そういうのが分かってくると思います。これは非常に楽しみですね。はい。キララカップ、そして、コナミオープンの方はまた後日、参戦の選手、挙げていきますが、非常に濃いメンバーとなっております。世界水泳のエントリーの情報ももう出揃いましたので、また、種目ごとに紹介していくんですけども、本当にね、この土日のキララカップは YouTube でも多分速報僕も上げますけども、YouTube 本家の方でもおそらく生放送で、上げてると思いますので、ぜひ見てください。僕も見ときます。そして速報情報は自分の YouTube に上げていきますので、ぜひチェックしておいてください。はい。では今回は以上になります。キララカップチェックしてください。明日。